ウィリアム・ワトソンの肖像画、ゲンガワ、レミュエル、フランシス・アボット、ハンガワ、J、ソーンウェイトサー、ウィリアム・ワトソン FRS は、イギリスの医師、植物学者、物理学者である。初期の電気技術の研究者の一人である。ロンドンで生まれた。はじめ植物学の分野を研究し、リンネの研究をイギリスに紹介した一人である。1741年に、 王立協会のフェローとなり、1774年から1776年までと1782年から1787年までの二度副会長を務めた。1745年に電気技術の分野の業績でコプリメダルを受賞した。1746年に電気を蓄える大電瓶の内面、外面を鉛の箔で覆うと、 その容量が増えることを示した。フランスのシャルル・フランソ・ワデュフェが2種類の電気があると主張したのに対して、電気エーテルと呼んだ単一の流体の余剰と欠乏であると主張した。同時期に、ベンジャミン・フランクリンも独立して同じ考えに至り、両者は科学の分野、政治的な分野で協力することになった。1746年に、 ロンドンのシューターズヒルでフランスで行われた実験よりもはるかに長い2キロメートル余りの胴体に電気が伝わる実験を行い、後に4キロメートル余りの実験を行った。ワトソンは植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・ワトソンを示すのに使われる。A.B. ワトソン・サー・ウィリアム。レコード・ザ・ロイヤル・ソサイティ2014年8月25日。 閲覧、ありがとうございます。